皆さんこんにちは。数々のグラビアオーディションでグランプリに輝き、さまざまな雑誌の表紙を飾ってきた高崎かなみさん。抜群のスタイルで今後のグラビア界を揺るがす逸材なのではないかと言われていましたね。今回はそんな高崎かなみさんをご紹介します。高崎かなみさんのプロフィール。名前高崎かなみ、本名非公表、生年月日1997年7月14日、出身地神奈川県横須賀市、血液型 AB 型、身長160センチ、3サイズ82、58、79センチ、所属事務所エイジアプロモーション、小学校、中学校は、神奈川県横須賀市出身の高崎さんですが、小中高校とどこの学校に通っていたかは公表されていないものの、地元の学校に通っていたのではと言われています。高校は通信制に通っていたとの噂もありますが、高校時代に壮絶ないじめを受けたことがあるとの話もあるので、通学制の高校に通っていた可能性が高いです。ちなみにいじめを受けた理由は、モデルや芸能活動を行っていることへの嫉妬や妬みだったそうです。高校卒業後の高崎さんは大学などへは進学せずに芸能活動に専念しています。そんな高崎さんは小学1年生から5年生までソフトボール部に所属し、ポジションは最初ライトで、その後レフト、センター、セカンド、最終的にはファーストを守っていました。ちなみに守備よりバッティングが好きだったとも語っています。中学でもソフトボール部に所属しているという噂があったのですが、中学校から芸能活動をしていたので、中学校と高校時代は部活動をしていなかったと思われます。芸能活動は、中学1年生から芸能スクールに通い始めた高崎さんは、高校生だった2015年3月からは JK ガールズ3期生として原宿系ファッション誌チョキチョキガールズの専属モデルとなりました。しかし2015年12月28日発売の2016年2月号をもって、この雑誌が休刊し、目指す方向性がわからなくなり、ここからを自身の売れなくなった期間と話しています。2018年にマネージャーから水着の仕事を勧められ、サンケイスポーツの創刊55周年を記念したサンスポ55クイーンオーディションにチャレンジ。もともとグラビアアイドルを目指していたわけではなく、グラドル向けの体型でないことから躊躇し、女子中高生のファンからは水着姿をどう見ていいのかわからないとの声を聞いたことで抵抗もあったそうですが、スレンダー体型が男性から高評価を受け、最終審査に進出。応募時には高崎かなみであった活動名を2018年7月から読みやすさを重視してひらがなに改名。10月には週刊ヤングマガジン46号の刊末に登場し、雑誌グラビアデビューし、同年12月には大貫さやかさん、真島直美さんと共に初代サンスポ55クイーングランプリに輝いています。2019年4月19日にファースト DVD 僕の初恋を発売し、ミスジェニック2019のオーディションにも挑戦。同年6月2日にはミスジェニック2019初代グランプリに輝き、ミス2冠を達成するなど、グラビアアイドルとしての知名度が上がっていき、同年12月16日 LINE ライブと週刊プレイボーイが共催した日本グラドル53に取り下ろし、ソログラビア争奪オーディションで優勝を果たし、人気グラビアアイドルの仲間入りをしています。2021年7月14日には自身初の写真集かなみの中身を発売。同作は同年7月26日付のオリコン週刊ブックランキング写真集部門で4位にランクインしています。ネットなどでは競艇や競馬という文字が出てきますが、
高崎さんはグランプリに輝いて以降、サンスポ主催の予想観戦会&撮影会があることから、競艇と競馬を開始し、趣味としているためです。高崎さんはグラビア以外にも、バラエティ番組やテレビドラマ、映画に舞台と、いろいろな場面で活躍をしていますが、目標とする人物は、女子中高生雑誌モデルから、水着グラビアと同じキャリアをたどった、新垣結衣さんだそうです。グラビアアイドルとして、多くの水着姿を披露している高崎さんですが、プライベートではいつもあばらまで隠れるような大きい水着ばかりを着ていました。実は1歳半ぐらいの時に心臓の病気で手術をしており、その傷跡が少し残っているからだそうです。それもあってグラビアを始めると決めた際には勇気がいる決断でした。高崎さんはグラビアを始めた年齢が20歳と少し遅かったこともあって、結構焦っていたようで、とにかく頑張らなきゃとグラビアオーディションに参加した時には、どうやったら結果を残せるのか、ずっと考えていたそうです。芸能界に入ったのは女優になりたかったからだそうですが、グラビアを始めていろいろな体験ができたので、これからも続けていきたいと話し、今ではみんなに応援してもらえてとても幸せと話をする高崎さん。今後の活躍も楽しみです。